療とストレスでね、大学卒業と同時に入院、統合失調症。病院に入ってて治るって病気じゃないんですよ。トラブルを乗り越える力を得たものだけが病気が治るわけだ。だから特効薬なんかないんですよ。一回地獄を見て、あいつは治ったんだっていうね、その希望の星になりたいですよね。